白木屋店舗、株式会社モンテローザは、日本の外食チェーンストアの一つ。白木屋、魚谷、笑い笑いなどのブランドで居酒屋を、全国展開している。本社は、東京都武蔵野市中町1-17-3。1975年、坪八五丹田東口駅前店店,店長だった、大上明博が独立し、新宿歌舞伎町にパブレストラン、モンテローザを開店したことに始まる。 1983年に株式会社化し、現社名となり、同年6月1日に一号店となる、白木屋中野南口駅前、A、店が開店する。1992年には50店舗、1993年100店舗、1996年には300店舗と、次々と新店をオープンし店舗網を拡大していった。同社はグループ8888 88店舗達成を、 目標に掲げており、2005年には25業態1300店舗を達成した。低コスト体質と多業態展開で、わずか10年余りで、売上高は10倍になり、居酒屋市場での順位も8位から業界2位に躍り出た。出店コストを抑えるために、あえて二等立地に店舗を構える。その代わり客層や価格帯、趣向が異なれば新業態を開発する。 時代の流れを捉え、渡見、コロワイドと共に、居酒屋業界の新さ三夜とも呼ばれるようになる。リーマンショック直後に、正社員500人を採用する記事が、2008年12月19日の日本経済新聞に掲載された。2009年4月までに、大手メーカーなどの雇用調整で失業した、派遣社員、正社員を対象に採用すると発表。結果、 二千人の応募があり予定を超過し、六百人を採用した。主に展開している業態については、一覧を参照。2011年、農林水産省、第四回国産野菜の生産、利用拡大有料事業者表彰にて、農畜産業振興機構理事長賞、モンテローザ山大食品、茨城中央園芸農業共同組合グループの表彰式典を受賞。2013年、 創立30周年のこの年に、全国店舗数2000店舗を達成。個室、大宴会場、キッズスペースカラオケ付き個室など、他社の居酒屋よりも設備を整えているのが特徴である。カラオケは、創業より BM、BMB の B から U から U が、U がプラストデイ市場の機器が導入されていたが、後期では、ナイト市場モデルである U がネクストライトに切り替えられた。 ウガシリーズを時代によって入れ替えていたが、BMB がエクシングに吸収合併されたため、現在はジョイサウンドのナイト市場モデルである、ジョイサウンド FR が設置されている。ウオタミ2003年12月26日、モンテローザは、居酒屋チェーン、ワタミを経営する、ワタミフードサービスに対し、同社が、ワタミに似た名称の店名、似たデザインの看板を、モンテローザの ウオタミがわざと使っているとの虚偽の事実を公表したとして3000万円の賠償を求める訴えを東京地方裁判所に起こした。それに対し、渡タ側も名誉を傷つけられたとして逆提訴。互いに店を混同させる手法があからさま赤字に白抜きの看板は外食産業の共通財産都市庁を対立させたものの翌年12月17日、 東京地裁で和解が成立。魚民が看板の使用を中止する義務はないことを、渡民側が認めるモンテローザ社が損害賠償請求を取り下げる、双方が今後、お互いを誹謗中傷しないことなどが条件。これにより、魚民と渡民が共存することになった。ところが、渡民社長、渡辺美希は、その後、2007年に著書、もう、国には頼らない。 中で、民と名を挙げ、渡見というヒットした先行者がいれば真似て、全部そっくりにするものが出てくると記す。モンテローザはこれを和解内容に反するとして、法人の渡見及び渡辺に対し1億円の賠償を求めていそう。東京地裁は2009年11月16日、渡辺個人の責任のみを認め300万円の賠償を命じた。2003年7月8日、 ガツの雫を運営する参考マーケティングフーズがガツの縁を運営するモンテローザに対して6000万円の損害賠償を求める訴訟を横浜地方裁判所に起こした。訴状によると店名や月をモチーフにしたロゴタイプが似ているだけでなくメニューの豆腐を豆腐と表示している点も同じ。料理によっては説明文まで全く同じだったという。 2006年9月に和解。これにより共存になった。沖縄県で展開するも県外に進出していない株式会社ミタノクリエイトの目利きの銀次という店名をモンテローザ側が全国的に使用している。内外層も非常に酷似。一方、沖縄で展開している目利きの銀次を経営する株式会社ミタノクリエイトは目利きの銀次の商標を取っていなかった模様。 それに目をつけた、モンテローザ側が商標を取得。その後、ミタノクリエイト側が、特許庁に異議申し立てをするも、沖縄県という立地上、認知度が低いとし、これを却下。現在、株式会社ミタノクリエイトは、これを黙認している。白木屋で未払い残業代の支払いを求めて、労働基準監督署に告発。社長らは、書類送検された。 2001年9月6日、白木屋の見払い残業代38億円を支払う和解が東京、霞が関の東京弁護士会館で行われた。福岡市西区、わらわら旧大学圏都市駅店の男性店長が2017年6月に致死性不正脈により死亡した。福岡中央労働基準監督署は過労が原因として、これを労災と認定した。 死亡した男性は15時から翌朝3時の閉店まで勤務。6時台の始発電車に乗って8時前に帰宅、12時に起床し出社する生活を送っていた。株式会社モンテローザの100%出資し、会社である有限会社モンテローザファームは、茨城県牛久市の農場で有機ジャス認定を取得した。農場では、モンテローザが展開する白木屋、魚谷、 笑い笑いなどの店舗のサラダ等で使用する水菜、グリーンカール等を主に栽培している。2010年12月に有機ジャス認定を取得し、2012年には山梨県南鶴郡を牛の村にて農業生産事業を2013年には鹿児島県薬久根市で養鶏事業を開始し、山内農場や月の園などモンテローザが展開する一部の 高単家業体向け食材として利用されている。モンテローザ陸上競技部は2003年に創部され、10種、競技日本選手権で5連覇を達成した選手をはじめ、所属選手が数多くの実績を残してきた。選手は同時に社員としても勤務しており、店長職や本社での管理部門などで仕事をしながら、陸上選手として活動してきた。しかし、 売り上げ減少により2016年に陸上競技部を配布すると報道発表し、13年間の活動に終止符を打つ。ウオタミのミクイところウオタミは株式会社モンテローザが運営する居酒屋チェーン店。ウオタミに関するカテゴリー、笑い笑いに関するカテゴリー、山内農場に関するカテゴリー。ありがとうございます。